いやいや、ちゃんとね、食事量はちょっと減らしてるんですよ。息子が増えてんじゃねえか言われた。 94.2キロ。だから初日から比べると一応 0.2 キロ減ってますけど、ちょっとやばいね。やっぱ唐揚げ食べ過ぎだっすかねこれね。ただいま7時22分。今から朝ごはん食べます。で、朝ごはんなんですけど、まあ、いつもと一緒で、まあ、卵かけご飯にしようかなと思います。ご飯の量ね、ちょっと悪わかもしれないですけど減らしました。これでちょっとは痩せるかな。ただいま時刻は朝の9時19分です。おばあちゃんのね、うなぎ等が出来上がったんで、今度はね、あのジョージ石原のサブチャンネルにあげるダイエット動画2日目を今から編集しようと思います。なんとかね、1時間ぐらいで編集できたらいいんですけど。はい、やっとですね、サブチャンネルのダイエット2日目の動画編集終わりました。今から書き出ししたいと思います。あ、でちなみにね、ジョージ石原が使ってる動画編集ソフトは、大体の編集はこの Adobe のプレミアエレメンツ2019っていうね、動画編集の入門用の編集ソフトを使ってます。でね、あと時々 4K の 60p とか、動画の手ブレ補正とかをこうなんとか軽減したいなっていう時なんかには Edius9 っていうのも使ってます。だから 4K 編集をこれからもっとしていくんだったら、多分 Edius9 とか、あと、まあ、瀬戸さんが言ってたダヴィンチリゾルブっていうやつですかね、そこら辺なのかな、なんてね。今日の昼ご飯です。で、今日はですね、まあ、私の大好きな、またまたこのみりん醤油かな、その味のするあの骨なしの魚と、あと今日はね、久しぶりにキムチも食べてみようと思います。あとは豆腐の白和えっていうやつですね。で、あと味噌汁に米になります。で、米もね、やっぱりあのだいぶ減らしました。じゃあ、まあこんな感じでね、今日はこれを食べていきたいと思います。で、あとね、こちらのタダコもね、なんか賞味期限迫ってるそうなんで、ね、これちょっと食べるかもしれないです。ただいま15時半になります。今からメインチャンネルの動画をね、撮影していこうかなと思います。前回ね、結構好評だったプラレールの橋脚と N ゲージのこのレールを使ってループ橋、なんていうんですかね、あのループ橋みたいなやつをね、ちょっとね、作ってみようかなと思います。で、あの使うカメラなんですけど、今日はこのソニーのビデオカメラ、この AX60 というこのカメラで 4K 撮影してみようかなと思います。これやっぱ画質結構いいし、やっぱね、あのコード線香をつなぎっぱなしでバッテリー気にせずにできるんで、やっぱこれもね、かなり使いやすいカメラなんですよね。はい、ということで今日のね、あのメインチャンネルの方はソニーのビデオカメラで撮影していきます。はい、撮影終わりました。なかなかね、面白いコースできてましたねこれ。うん、一応まあなんとか走れるコースにはなりました。ということでね、今からあのサムネ撮って編集したいと思います。今日の晩ご飯、はい、ということで今日はですね、カルビ丼作ってみました。で、玉ねぎにバラカルビに、あとキムチになります。まあ、こんな感じでね、結構好きなんですよこれ、私が作ったんです。はい、かっちゃんこれ美味しかった？玉ねぎや、はい、ということです。そしてお味噌汁にブロッコリー、あとこれね、チャケさんが作ってくれたんですけど、これチャケさん、これ何なんですか？なんで、いや、なんでそれ、そっち、キムちゃん向こう、そうめんかぼちゃ、いや、これがそうめんかぼちゃなんですね。これ美味しいんですか？甘い。ちょっと食べさせて、これ食べたことない、そうめんかぼちゃ。じゃあいただきます。あー、すっごい甘い。うん、おはようございます。ただいま朝の6時です。今なんですけど、あのメインチャンネルの編集をしています。なんか 4K で、ね、撮影したんで、結構ね、重たいんですよね。なんて言うんだろう、編集ソフトのこの動きが悪い、これ何が原因なんでしょうね。 4K にこう、結構難しいですね。ただいま時刻は7時40分です。気温はね、
昨日よりもちょっと暑くて29度ですね。やっぱりまだ暑いです。そしてね、4日目の朝の体重、果たしてよいしょ、まあ、昨日ね結構食べる量減らしたんでだいぶね痩せたと思うんですけど、まあ、もうとりあえず測ってみます。ほっ、は 93.9 キロ。昨日が 94.2 だったんで、うん、300グラム微妙ですね。